東京の上にこんなもん出しやがって。オーケーオーケー、探偵さん、ここは一つ通常業務を返上して正義の味方やりますかね。望むところだ。
ごきげんよう。千年ぶりの来客と思ったら、また可愛い子が来たわね。お姉さんの服の下がどうなってるか知りたい？興味なし。あら、そっち方面なの？女の子は好きだが、それより優先することがある。例えばそれは正義ってやつだ。俺の名前は久我光太郎。悪をぶっ飛ばす青年だって。迷惑千万だこの野郎。お前の選択は二つに一つ。A、ぶっ飛ばされてお縄になるか。 B、 お縄になってぶっ飛ばされるかだ。やっつけてあげる。手加減はしないわ。クソ野郎。避け切ってみなさいよ。いいだって派手に行きますよった。派手に行きますよった。静止しろ、故郷とやらで。これか、本格的なバカの力。黄金の翼。悪かったな、こっちは生まれて17年、歴戦で一筋、全開で純粋で喫水のバカだ。こんちくしょう。クソが、腹当たったぞ。煮えくり返る。下じゃ大勢が迷惑してるぞ、こら。事件の首謀者以下全部、